藤原秀明は、日本中央競馬会、立党トレーニングセンターに所属している、調教師である。同志社大学馬術部で活躍後、1989年9月から、立党、星川薫休社所属の調教助手となる。2000年2月に、調教師免許を取得する。2001年3月1日付で、星川薫休社を引き継ぐ形で旧社を開業し、 3月3日に阪神競馬場での第一レースで2番人気だったインビジブルタッチが勝利し初出走で初勝利を挙げる。5月4日には京都新聞杯を天山星座が制し重賞初勝利を挙げる。10月10日名古屋競馬場で行われた名古屋チャレンジカップミント賞にゼンノバッカスが出走したが地方競馬初出走は最下位だった。 2005年8月24日に旭川競馬場で行われたアルビレオ特別をサンタマリアガールが制し地方初勝利を挙げる。12月3日には JRA 通算100勝を達成した。2008年5月18日、ビクトリアマイルをエージアンウィンズで制し旧社会業を8年目にして GI 初勝利。同年7月9日、 ジャパンダートダービーをサクセスブロッケンで制し、GI2 勝目を挙げた。2009年2月22日、フェブラリーステークスをサクセスブロッケンで制する。同年12月29日、年末最後の GI の東京大賞店をサクセスブロッケンで制する。2010年5月30日、東京優勝をエーシ進フラッシュで制す。2013年11月17日、 第30回マイルチャンピオンシップを当選ラーで優勝。このレースで竹とよきしは地方や海外も含めた GI レース通算100勝を達成した。2015年にはストレートガールでビクトリアマイルとスプリンターズステークスを制覇。その年の香港スプリントを最後に引退が決まっていたが、翌2016年に引退を撤回。 阪神品馬ステークスを叩いて出走したビクトリアマイルを勝利し、JRA 史上初7歳品馬による G1 制覇という快挙を成し遂げた。2018年4月15日、エポカ道路でサツキ賞を制覇し、安城の戸崎慶太と共に初勝利を成し遂げた。続く日本ダービーでは戦前より囁かれていた距離不安は払拭したものの、 悲願のダービー初制覇を狙っていた福永祐一がかるワグネリアンに差し切られ、二度目のダービー制覇に手が届かなかった。またこの年は58勝をマークし、2001年の旧社会業以来初の JRA リーディングトレーナーに輝いた。2021年5月30日、シャフリアールで日本ダービーに出走。 無敗で、サツキ賞を勝利したエフフォーリアとの直線追い比べを、花さで制し、2分22秒後のダービーレコードで2度目の優勝を果たした。立党所属の調教師でありながら、竹豊騎手は、よほどのことがない限り騎乗依頼は、ほとんど出さなかった。しかし、2013年に、当選ラーで、マイルチャンピオンシップを優勝して、以降、騎乗依頼が増えている。 しかし2017年の CBC 賞の当選リューク以降は再び騎場依頼を出さない時期が続き2019年1月の新馬戦で当選ラーサンク、当選スカイの安城に竹豊を起用実におよそ1年半ぶりのことであった2007年の日本ダービーでは前哨戦の京都新聞杯を岩田厚生騎場で勝利したタスカータソルテに タケユタカが騎乗した。これは、この年の有力場であった、アドマイアオーラの陣営が、それまで主戦を務めていた部を、ダービーの一周前に降板させ、タスカータソルテに騎乗すると思われていた岩田に、帰乗依頼を行ったことで、タスカータソルテの騎手と部の騎乗場の双方が空白になってしまったためである。部はこのタスカータソルテの騎乗依頼を深く感謝していた。 学生馬術出身者を厩舎スタッフに積極的に採用している厩舎の一つである。勝率が高く一斉に必勝を厩舎のポリシーにしていると語っている。ありがとうございます。